ばんは、平山茂でございます。本日は6月8日火曜日でございます。現在時刻は7時10分でございます。皆様本日もお仕事お疲れ様でございました。お疲れ様です。今日は本当にね、特に名古屋は暑かったです。名古屋以外もね、ほとんどが30度とかそのぐらい近い気温になったと思うんですけれども、本当に暑い中皆様お疲れ様でございました。もちろん外でね働いてる方、屋外で働いてる方は本当に今日は大変だったです。明日もまだ暑い日が続きますね。皆さん本当にお体注意していただいて、しっかりこの6月乗り切りましょう。乗り越えましょう。ということで、ちょっと私は今からシャンプーを買いに行ってまいりますけれども、皆様もシャンプー切れてないですか？大丈夫ですか？シャンプーまだありますか？ちゃんと詰め替え用ありました？あ、よかった。ちょっとうちはちょっと詰め替え用がなかったので、もう今日のシャンプーがない状態なのでね、ちょっと買って帰ろうと思います。皆様明日もしっかり楽しく明日も楽しくいきましょう。ということで、今日はこの辺で失礼いたします。平山茂でございました。おやすみなさい。また明日。大丈夫。